平野翔と神宮寺勇太が直面した恐怖。暴走ファンによる衝撃のライブ乱入事件とは芸能界におけるファンとアイドルの関係は、時に非常に複雑で繊細なものとなります。ファンはアイドルを支え、励まし、その成功を祈る存在である一方、時折その関係が歪み、応援が執着へと変わることがあります。このような歪んだ関係がもたらす影響は、 アイドルにとって非常に大きなものとなり、時に危険な状況に追い込まれることもあります。近年、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔さんと神宮寺優太さんが、一部の暴走ファンによる迷惑行為に巻き込まれました。この出来事は、ファンとアイドルの関係の光と影を浮き彫りにし、私たちに深く考えさせられるものとなっています。平野翔さんはライブ中にファンの無礼な行為に直面しました。 あるファンがステージに乱入し、彼に直接接触しようと試みたのです。この行為は観客全体にショックを与え、ライブの雰囲気を一変させました。彼の冷静な対応とプロフェッショナリズムにより、ライブは続行されましたが、この出来事は彼にとって大きなストレスとなりました。また、神宮寺勇太さんも同様に危険な状況に直面しました。 彼は取り調べ中にファンによるストーキング行為に遭遇し、その恐怖と不安に苦しむこととなりました。これらの出来事は、一部のファンがアイドルに対して持つ過度な執着がどれほど危険であるかを示しています。ファンがアイドルに対して持つ感情は、愛情や尊敬から始まることが多いです。しかし、その愛情が過剰になると、ファンはアイドルを自分の所有物のように感じ、 彼らのプライバシーや安全を侵害する行為に走ることがあります。これらの行為は、アイドルの精神的及び身体的な健康に重大な影響を及ぼすだけでなく、彼らのキャリアにも悪影響を与える可能性があります。アイドルのプライバシーを尊重し、その安全を守ることは、ファンとしての基本的なマナーであるべきです。しかし、一部のファンはこの基本的なマナーを無視し、 自分の欲望を優先する行動をとります。例えば、アイドルの自宅に押し寄せたり、ライブ会場で過剰な接触を試みたりする行為は、アイドルにとって非常に恐怖を感じさせるものです。これらの行為は、アイドルの安全を脅かすだけでなく、他のファンや一般の人々にも迷惑をかけることになります。また、アイドルの家族や友人に対する迷惑行為も問題となっています。 アイドルの家族は彼らのプライベートな生活を守るために多くの努力を払っていますが一部のファンはそのプライバシーを侵害し家族に対しても不適切な行為を行うことがありますこれらの行為はアイドルだけでなくその周囲の人々にも大きなストレスを与えることになりますファンがアイドルに対して持つ感情は健全な範囲であれば非常に素晴らしいものですアイドルはファンの応援を受けて成長し 成功を収めることができます。しかし、その感情が過剰になると、アイドルの生活に悪影響を及ぼすことがあります。従って、ファンは自分の行動がアイドルに与える影響を常に考え、健全な応援を心がけることが重要です。近年、SNS の普及により、アイドルとファンの距離が以前よりも近くなっています。これは、ファンがアイドルの活動をより身近に感じ、 応援しやすくなる一方で、過剰な接触やストーキング行為が増加する原因にもなっています。ファンは SNS を通じてアイドルのプライベートな情報を入手し、それを元に過剰な行動をとることがあります。アイドルが安全に活動できる環境を作るためには、ファン一人一人の意識が重要です。ファンはアイドルに対する過剰な接触やプライバシーの侵害を避け、 彼らの活動を健全に応援することを心がけるべきです。また、アイドル事務所やマネージャーも、ファンとの適切な距離を保つための対策を講じる必要があります。ファンとアイドルの関係は、一方通行ではなく、相互の尊重と理解が求められます。ファンはアイドルの努力や苦労を理解し、その成功を喜ぶことができる存在であるべきです。しかし、一部のファンは自分の欲望を優先し、 アイドルに対して不適切な行動をとることがあります。これらの行為は、アイドルの生活やキャリアに深刻な影響を及ぼす可能性があります。アイドルのプライバシーを尊重し、その安全を守るためには、ファン一人一人の意識改革が必要です。また、アイドル事務所やマネージャーも、ファンとの適切な距離を保つための対策を講じる必要があります。例えば、ライブ会場でのセキュリティ強化や、 SNS での情報発信の制限などが考えられます。さらに、ファン教育の一環として、アイドルとファンの関係についてのガイドラインを設け、ファンがアイドルに対してどのように接するべきかを啓蒙することも重要です。健全なファン活動を推奨し、過剰な行動を防ぐための対策を講じることが、アイドルの安全を守る鍵となるでしょう。アイドルのプライバシーを侵害する行為は、 アイドルにとって非常にストレスフルであり、時には恐怖を感じさせるものです。アイドルが安全に活動できる環境を作るためには、ファン一人一人の意識改革が不可欠です。ファンはアイドルのプライバシーを尊重し、過剰な接触やストーキング行為を避けることを心がけるべきです。また、アイドル事務所やマネージャーも、ファンとの適切な距離を保つための対策を講じる必要があります。 健全なファン活動を推奨し、過剰な行動を防ぐための対策を講じることが、アイドルの安全を守る鍵となるでしょう。アイドルの成功は、ファンの応援によって支えられていますが、その応援が過剰になり、アイドルのプライバシーや安全を侵害する行為に発展することがあります。このような行為は、アイドルの精神的及び身体的な健康に重大な影響を及ぼすだけでなく、 彼らのキャリアにも悪影響を与える可能性があります。したがって、ファンは自分の行動がアイドルに与える影響を常に考え、健全な応援を心がけることが重要です。また、アイドル事務所やマネージャーも、ファンとの適切な距離を保つための対策を講じる必要があります。アイドルとファンの関係は、相互の尊重と理解が求められます。ファンはアイドルの努力や苦労を理解し、 その成功を喜ぶことができる存在であるべきです。しかし、一部のファンは自分の欲望を優先し、アイドルに対して不適切な行動をとることがあります。これらの行為は、アイドルの生活やキャリアに深刻な影響を及ぼす可能性があります。アイドルのプライバシーを尊重し、その安全を守るためには、ファン一人一人の意識改革が必要です。また、アイドル事務所やマネージャーも、 ファンとの適切な距離を保つための対策を講じる必要があります。ファン一人一人の意識改革が必要です。また、アイドル事務所やマネージャーも、ファンとの適切な距離を保つための対策を講じる必要があります。例えば、ライブ会場でのセキュリティ強化や、SNS での情報発信の制限などが考えられます。さらに、ファン教育の一環として、アイドルとファンの関係についてのガイドラインを設け、 ファンがアイドルに対してどのように接するべきかを啓蒙することも重要です。健全なファン活動を推奨し、過剰な行動を防ぐための対策を講じることが、アイドルの安全を守る鍵となるでしょう。アイドルのプライバシーを侵害する行為は、アイドルにとって非常にストレスフルであり、時には恐怖を感じさせるものです。アイドルが安全に活動できる環境を作るためには、ファン一人一人の意識改革が不可欠です。 ファンはアイドルのプライバシーを尊重し、過剰な接触やストーキング行為を避けることを心がけるべきです。また、アイドル事務所やマネージャーも、ファンとの適切な距離を保つための対策を講じる必要があります。健全なファン活動を推奨し、過剰な行動を防ぐための対策を講じることが、アイドルの安全を守る鍵となるでしょう。